皆さんこんにちは、内見女子めぐみです。今回は吉祥寺の物件を内見しようと思います。吉祥寺といえばね、やっぱり古着の街だと思うんですよ。私、街の雰囲気だったりとか吉祥寺の雰囲気を味わってもらえたらなっていうふうに思います。ではでは今回の動画ご覧ください。どうぞ。今回なんで吉祥寺に引っ越したいと思われたんですか？そうですね、私結構休みの日とかに吉祥寺にもともと来ることがすごい多くて、カフェとか巡ったりするのが私すごい好きなんですけど、はい、やっぱり吉祥寺おしゃれなカフェがすごい多いので、はい、そういうところが近くにあるところに住みたいなと思って。なるほど。中央線で新宿も本当近いですし、渋谷も一本。そうですよね。言うことないですよね、立地とかが。本当に、お買い物とかもすぐねピッて行けちゃうから、すごいね便利だなと思って、はい、ここにしました。じゃあ今回の物件に到着しました。行ってみたいと思います。こちらは吉祥寺クワトロにやってきました。すごい、たくさん入りますね。14個も入る。宅配ボックス 2,3 個とかいうところだったら、埋まっちゃってることとかも結構あったりして、だからこれだけたくさんあるのは嬉しい。オートロックのお家になります。ホテルのエントランスみたいですね。いやー、入り口がおしゃれだ。本当に帰ってきたくなる家が家な感じがすごいする。今回の部屋は何階ですか？2階になります。女性の一人暮らしとかでも結構安心ですか？まあ、2階以上であれば基本的にはセキュリティ面は安心だって言われてますね。廊下がすごい広いです。こんな感じ、広々してますね。それではお部屋の前に着きました。ということで今から早速お邪魔したいと思います。こちらになります。ありがとうございます。失礼します。お邪魔します。変なですね、まだ内装前の状態なんですね。はい、で結構実際の内見がですね、はい、こういった状態で前の方が出たばっかり、はい、結構多いので、あ、はい、非常にリアルかなと思います。あ、はい、クリーニング前のお家も結構あるんですかね？半数はそうですね。まあ、もっと言うと、まだ住んでいて見れないっていう状態で決めるっていうのも引っ越しするのは結構正直多いです。あ、そうなんですか。はい、そういう場合って間取りとか見て決めるって感じですか？うん、そうです。あ、なるほど。で実際、まあ、場所には来てみて向きは大体分かるので、日当たりどうかなっていうのは自分で、あ、なるほど、はい、ご確認いただいてってケースは結構多いですね。あ、なるほど。はい、お部屋を探される人って大体どういうところを優先されてますか？女性の方に関してはやっぱり防犯面っていうのが一番かなと思いますね。あ、やっぱりそのオートロックだったりとか、うん、そうですね、内見ご案内するときにどういうところを紹介したりとか、そのポイント結構あるんですよ実は。そうなんですか。はい、例えばそこの部分のお話するとですね、洗濯機の置き場が結構大きいんで、はい、防水パンと呼ばれてるんですけど、これが 640mm×640mm なんで、はい、基本的にはドラム式も収まるんですけど、はい、気をつけないとですね入らないってこととか、あとですねここに搬入するまでに玄関扉が通らないとかですね、はい、そういったこともあるんですよ。はい、でそれは同じく、まあ、冷蔵庫置き場は 60cm、600mm ですね、はい、あるんですけど、同じことが言えるんですね。うん、運び込めるかどうか、置けるかどうか、うん、これすごく大事です。確かに、なんかせっかくここを気に入って決めたってしても、うん、だって冷蔵庫とかで搬入できないとかだったらね、うん、快適に住めなくなっちゃうから、そうです、そういうところも気をつけるポイントだそうです。お部屋の寸法に関してもこまめに測っていただきたいですね。はい、テレビのですね配線がここにあるので、こちらの面にテレビを置く、まあ、ベッドを向かい側に置くか、ソファーを置かれてベッドをこっち側に置くとかですね、しっかり物が置けるかっていうところはある程度考えられて置いてほしいです。こまめに、まあ、不動産屋さんに寸法を測ってもらって、はい、その寸法を把握しておくっていうのが非常に大事ですね。内見した時にメジャーとか持ってってそこで測っちゃったら大丈夫ですか？そうなんですよ、大丈夫です。ただ、うん、僕らとかはですね、こういうレーザーポインターっていうので、うん、この距離がですね、これだったら1917ミリなんですけど、
1メートル90センチですね、はい、メジャーでやるよりも全然早いんです。すごい、メジャーいらないんですか。メジャーより早いので、基本的には3軒ぐらい回られる方が多いかなと思いますので、内見だけで3時間とか、1軒を出すのに2時間、トータル5時間とかってなるんですよ。いやー、もう丸1日使っちゃうみたいな、ね、はい、まあ、親御さんとかも一緒に来られてると結構移動が大変なので、そこは時間を短縮するようにした方がいいかな、ね、そうですね、いいお部屋に巡り合うためにはやっぱりたくさん見ないといけないので。はい、おっしゃる通りです。この部屋、窓が2つあるのが一番大きな特徴かなって思います。すごい明るいですね、ここ。そうですね、角部屋、まあ、二面採光っていう言い方をするので、明るい印象にはなると思います。そうですね、窓が1面だったら、すごい時間によっては全然暗くなっちゃうこともあると思うんですけど、2面だったらね、すごい、そうです、どの時間でも結構明るい、はい、じゃあちょっとベランダ見ていきたいと思います。結構ここの塀のところが高いので、歩いてる人とかがあんまりの目が気にならないですね。155センチなんですけど、首ぐらいのところまで塀があるので、すごいね、覗き込まないと下は見えないようになってます。だからすごいね、人目が気になるっていう方はすごいおすすめだと思います。一人暮らしには十分な広さかなっていうふうに思います。風通しもいいので結構すぐに乾いちゃったりそうなのって印象を受けました。こちらのお部屋の床の色はダークブラウンっていう色味ですかね。はい、大人な感じに、うん、大人な部屋、男性受けするかな、まあ女性でも好きな方は多いです。そうですね、はい、ここに観葉植物とか置きたいなって思います。出窓ですね。出窓で、ここはダウンライトですか。ですね、2つあって、あ、へなんか読書灯みたいな感じにしたらいいかな。そうですね、基本的にはこっち側にテレビ、こっち側ベッドって作りになってるので、はい、寝る前に携帯触りたいけど真っ暗だったら目悪くなっちゃうみたいな、そういう時とかもいいかもしれない。そうですね、この部屋の収納がないと思うんですけど。そうです、収納ですね、廊下側にありまして、はい、ここまでですね、こういうタイプの物件も非常に多いです。細長いので、はい、収納をですね、配置してしまうとお風呂とかトイレが置けなくなっちゃうんで、あ、どうしてもプラン的にこうなっちゃうというのは仕方ないですね、はい、なんかその分お部屋が広くなってすごいいいかなっていう印象を私は、はい、収納もですね、開くと収納の前を動線って言って、はい、開けないといけないので、はい、そうですね、収納の前のところまで収納がない、有効に使えるっていうのがメリットだと思います。確かにクローゼットは白ですごいおしゃれですね。大きさとしては十分かなと、奥行きもかなりありますし。そうですね、私1人入って2人ぐらい入る。こう1人入れる。高さも結構ありますよ。そうですね、はい、次キッチン見ていきたいと思います。このキッチンは結構白を基調としてるキッチンですね。すごいおしゃれです。ここの電気がね、ちょっと丸っこかったりとか、すごいね、おしゃれなところが、自分でこうやって開けるんじゃなくてポンって押すだけでね、開いちゃう、結構簡単な仕様になってます。ここがタイル張りになってると思うんですよね。はい、だいたいここ塩ビシートを貼ってることが多いんですよ。はい、あとお掃除とかもしやすそうな感じ。二口コンロですね、こちらもお料理がすごいしやすくなってるキッチンになってます。あとはこちらにグリルもあるので、お魚調理なんかもバッチリです。ここが調味料で、あ、すごい、これ便利ですね。私カレーをよく作るんですけど、スパイスをなんかいつもだったらアミアミを100均とかで買ってきて、そこにキッチン用具とかを吊るしたりとか、その必要がなくなるのはすごい嬉しい。この辺油でベタベタしちゃうじゃないですか、うん、だからそれがなくなるのはすごいストレスフリーになるかも。この収納も、あ、本当だ、55センチありますね。あ、結構大きいですね。お鍋とかもたくさん入りそうです。2つあるからね、すごいたくさん物が入りそうです。次お風呂見ていきます。お風呂のはこんな感じです。これもしかしてちょっと出っ張ってるってことは、そうです。え、歯ブラシとか置いたりとか、あと洗面用具をここに置けます。コンタクトの液とかも楽々入りそうですね。もう混合水洗ですね。お風呂また入っていきたいと思います。私、ね、お風呂好きだから毎回入りたいんですよね。あー落ち着く。私が入った感じはちょっと足が曲がるかなぐらいなんですけど、すごいねコンパクトで、すごい落ち着ける空間になってます。壁はね結構真っ白っていうわけじゃなくて、ちょっとね模様入っててちょっとおしゃれになってます。
換気、乾燥、暖房、あ、ここも暖房ついてるんですか。涼風、あ、これ、これがあの、まあ、冷房ですね。ああ、じゃあ夏場とか。夏場は涼風かけて入ることができます、はい。あ、へえ、これすごい、すごいね、快適に入れそうですね。結構、うん、自動湯張り。お湯の量とかも変えれるんですね、うん、そうですね。温度、お湯の量、いいな、これ。ここのリビングとかのドアもそうなんですけど、この取っ手のところがすごい金色になっててね、すごい高級感あっておしゃれな感じです。こっちのね、トイレもそう、ここもね、金色になっててすごいおしゃれです。見ていきたいと思います。こんな感じ。この収納は2つあって、隠せる収納があるのと、あとは入って右奥にここもちょっと置けるスペースがありますね。こんな感じ、2つあるの魅力的ですね。ウォシュレットは自分でつけていただくってタイプですね。はい、2万円しないですね、ウォシュレットは。で、こちらがドアがついてるタイプの洗濯機置き場になってます。ここ騒音対策にもなっていいですね。じゃあちょっと玄関見ていきたいと思います。これ何ですか。これ傘かけるとこですね。あ、なるほど、結構たくさんかけれますね。うん、そうですね。で、ここの上にもね、ちょっと置くスペースがあるので、荷物受け取る時の印鑑とか、ね、あとボールペンだったりとか、うん、ちょっとしたメモなんかも置いては便利かなっていうふうに思います。入り口入って左手、靴箱になってますね。結構上から下までずらっとたくさん置けそうですね。高さは調節できます。あ、これもできるの。高さ調節ができるってことで、ロングブーツなんかもね、調節で置けたりとかしたり、すごい便利そう。今回の物件どうでしたか。私が一番お気に入りポイントだったのは、角部屋ってことで窓が2面あったのがすごい明るくてね、この部屋いいなって思いました。エンディングの後に家賃を発表するので、ぜひ最後まで見てくださいね。また内見してる様子が見たいって思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回物件を紹介してくださったキズナファクトリーさんも YouTube、 そして Twitter で情報を発信されてるそうなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。不動産のこと分かんないよって人とかも、不動産の情報について詳しくなれるかなと思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。特にツイッターでですね、一人暮らしの女性とかに向けた豆知識とかですね、どこに住むといいよとかっていうのも発信してます。よろしくお願いします。ぜひ家賃がいくらだと思ったか、コメントの方もよろしくお願いします。また物件を探してる人、引っ越し屋の意見が好きな人は、ぜひ LINE アットに登録よろしくお願いします。今ならガイドブックもらえるよ。このお部屋の家賃は8万7千でした。これだけ内装も綺麗 でしかも角部屋で、それでこの家賃って本当に住みたくなっちゃいました。私も今回の内見はどうでしたか。また新しい物件も紹介していきたいと思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。バイバーイ。またねー。